闇将軍なんだろうね。震えて眠ってるんじゃないかな。どうなんだろうね。何やってんだろう。そろそろ戻ってくんじゃないの。わかんないけど。放送以外やることないんだから。配信者に引退はないから。何人見てきたか、引退詐欺を。今強烈に尿を垂らしてます。猛烈に。なんでおしっこ漏らしちゃったんだ。なんでおしっこ漏らしちゃったんだろう。亀田興起に勝ったら1000万円。3分3ラウンドボクシングルールで勝ったら1000万円か。すげえな。175以下、70キロ以下。ほう。こんなのね、生主やるべきだよね。生主みんなトライすべきだよ。いやー、やらないっすね。世界チャンピオンですよ、亀田興起って。アホっすよこれ、チャレンジするやつ。売名にはいいかもしんないけど、勝てるわけがない。なんか亀田興起どうこう言ってるけど、世界チャンピオンののを分かってない。実力を分かってない。普通に強い。世界取る器だからね。そんなに甘くない。同じ人間だから。それでね、いやー、それだったら世界チャンピオン目指した方がまだいいと思いますけどね。世界チャンプ目指した方がまだ現実的っていうか、まだ、なんつうんだろう。元世界チャンピオンにチャレンジするとか頭おかしいっすよ、ほんと。
つらえるの象。僕、明日の象世代じゃないんで、全然わかんないですよ、そのネタ。明日の象。うん。車団吉だっけ。配信者ほんと増えたな。あ、高架機動隊の枠やろうかな。高架機動隊のレビューやろうかな、俺。後でやろう。実写化したやつなんだけど、もう見てきたんだよ。もう見終わったの。すいません、決してわちゃんに物を言ってるわけじゃなくて。あ、全然いいよ。全然いいよ。全然物申し構わないですよ。腹減ったなだから FX のデモトレードでもやろうかな。だからえ？どういうこと？どういうことよ。体験デモ講座ゴースインザシール SF 映画で高画機動隊実写化。それ今日相場動いてないよ。あー、面白くないっすか。デモトレードってどこでやればいいんだろう。それを見てきたんだけど、それのレビューをやろうかなと思って。土日はでもできないんだ。土日は何？講座が開いてないの？あ、飯行こうって。いや、今腹減っちゃったんですよ。今腹減っちゃったんですよ。タクシー出てたね。
たけしはいい役もらってたよ。ビートたけしの役はいい役だったね。リアルもできないんだ。え、FX って土曜日と日曜日できないんだ。知らなかった。24時間ずっとできるもんだと思ってたわ。為替は。違うんだ。バカだれ。すいません。申し訳ないっす。土曜の朝6時まで。そういうノリなんだ。お、ナンパしてるんだ。いいじゃん、いいじゃん。頑張ってください。いいね。ナンパ成功するといいっすね。面白い配信ねえな。ナンパ配信見たいっすね。どこで引っ掛けてんだろう。暇やけん暇だよね。ふわっちも生主の系統ニコ生に似てきてる。ああ、それはすごい感じる。すごいそれ感じる。うわ、うるさいうるさい。っていうかもうニコ生になったよね、だいぶ。ニコ生だよ。もうふわっちはキャス超えるの確定したようなもんだからさ。髪の毛染めようかな、どうしようかな。金髪にしようかな。黒髪の方がいいかな。よっさんニコ生離れてから勢いを失った。そう？閲覧集めてるでしょ。814人だよ。全然勢いあると思うけど。あえてのグリーン。グリーンやったことありますね。グリーン結構似合ってますよ。緑嫌いじゃないですよ。全然予算ふわっちでいいんじゃないの、閲覧あるんだし。だってね、アフリカ TV よりも全然閲覧稼いでるでしょ。今やってるよ。リアルタイムで814人集めてるよ。
全然やってるじゃん。ナウだよ。目の奥があるから黒髪でもソーマーの方がかっこいい。俺目色素薄いんすよね。茶色なんすよね。抹茶色で。色素薄いんすよ。まあね、日本人は黒髪が一番似合うようにできてるからね。やってるやってる今。そのなんとかリオさんを知らないんだよね、俺。ニコ生の生主なの、この人。なんとかリオっていう人は。何の人？アイドルなのかな？この人見たことないからわかんないんだよね。なんか歌歌うらしいよ。もともとキャスでチャリ日本一周してた。へえ、キャス主なんだ。なんかすごいずんぐりむっくりの体型だね。すげえな、なんか。へえ。囲われてんのかな。いや、すごいずんぐりむっくりだよ。なんか体型が。ザ・日本人って感じの。すげえよ。やっぱアイドルになる子とかって体型とかが違うんだろうね。囲いはすごいんだ。全身引き画像を見たらなんか体型がずんぐりむっくりすぎてすごいんだけど。見る。すごいよ、ずんぐりむっくり感が。この映像を見てすごいと思わない？俺すげえなと思うよ、これ。なんかすごくない？ずんぐりザ・日本人っていう感じで。これアイドル無理でしょ。これアイドル絶対なれないよ、体型的に。そんなキャスでさ、ごまかせるレベルでしょ。これでアイドルは無理でしょ。こんなの絶対無理だよなあ。私アイドルですって。いや、ユイダさんに押されたら終わりだよね。顔は可愛いかもしんないけど、やっぱなんかネットアイドルとか、要は本当にアイドルになれない人ってやっぱりなんかあるんだよ。何かしらあるんだよ、これ本人なんでしょ。いや、携帯番号全然載せてもいいけど、本人が話したいかどうかわかんないから全然構わないよ。分けあり、分けあり。顔は美人かもしんないけどね。
ちょっとね、お母さん体型だかもね。やっぱ芸能人って顔がぶっ飛んでるもん。小顔だもん。レベルが違うんだって。そもそもの作りが違うんだよ。足の長さとか。もう一発見ただけで、うわっ、なんだこれっていう美人なんだよ。本当に。そう、テレビで見て微妙だなって思う子でもそうなの。全然違うの。一般人と比べると。うん。競輪選手とか言わないだけど。競輪選手とか言わないだけで。何食おうかな。顔好みなんだね、こうさ。俺はね、ゆゆゆっていう子が、ふわっちにいるんだけど、顔すごい可愛いよ。ゆゆゆは胃袋大っていう。この子絶対ブレイクすると思ってるんだよ。ゆゆゆっていう子。なんかね、声とかキャラは可愛くないんだけど、顔が抜群に可愛いの。ゆゆゆはもう、閲覧2の時から見てるから。あ、この子伸びるな、みたいな。ニコ生だったら大ブレイクしそうだけど。おう、のりおさんこんばんは。いらっしゃい。のりおさんいらっしゃい。そうなんだ。スターっていうかね、あれは絡みだからね、ただのね。ただ、一般の人に絡んだだけだから。2発殴られましたね。E の2発入りましたよ。うん、もらっちゃいましたね。ダメだね、やっぱり。みんなみたいに、格闘家みたいにうまくいかないよね。旅、そうっすね、2日後だよ。来週どころか。2日後。顔腫れますよ、そりゃ。腫れますよ。痛いですよ。でももう慣れた。うん、顔面もらっても、なんつうんだろうな。予想ができるっていうのかな。まあ、これくらい痛いっていうのがわかるっていうか。いや、北からっす。千葉、茨城ってこう上がっていく感じだね。北上していく感じ。いや、いい感じじゃないよ、全然。全然ダメだよ。見てみようか。見てみよう。お金はいくら持って？いや、お金は別に全財産持って普通に行く感じだよ。制限なく。お金に制限はつけないね。
ヒッチハイクのみではなくて、全然縛りなしでやろうと思ってて、1万人に会えればいいかなっていうのが俺の感覚ですね。あれ？どっか行っちゃった。あれ？どこ行った？あれ？画面の端に行っちゃった。ちょっと待って。キャップ出ない。やり方間違えた。貧乏旅っていうか、あれは演出だよ。こじりたいから、金ない、金ないってやった方がこじれるんですね。そういうプロの技っていうか。花火を作るきっかけを作ってるだけだから、彼らは。俺は別にね、普通にやった方が面白いんじゃないかなと思って。金ない時は別にお金、花火くださいって言うけど。アイテムなんか常に欲しいのが本音だからね。相手は、いや、スケボーやってた人に声かけて、ちょっと僕こういうことでこうでこうでこういうことやってるんですけど、もしよかったら僕のこと殴ってくれませんかってお願いして、いや、面白いって言ってくれて、見てみようかさ。みんな反対してたんだけど、やめとけやめとけって、ボコられるぞって。喧嘩になるからやめとけって言われたんだけど。聞いてみるわ、じゃあ。いや、バンにはならないでしょ。それで。俺が殴られるだけだった。避けるだけなら。そうそう、スケボーの人。音聞こえる？大丈夫。ダメだな。すいません。今、お忙しいでしょうか？お話ししてもよろしいでしょうか？いいですか？お話ししても。5分ぐらい。5分ぐらいなら。今僕生放送やってるんですけど、ちょっと、顔映さないんで、会話とか声に入れても大丈夫ですか？全然大丈夫です。むしろこれ入れてほしいんですけど、僕。あ、入れて、映していいですか？むしろ僕これにしてほしいんですよ。わかりました。僕、いや、ここ重要なんですよ。ここ重要。これどうこんななっ感てじるで。かだけ重要なんですよ。こんな感じで。やば。実はですね、すごいですね、自転すご車。いっすね。逆回転。やばいっすすね。げえ。すごい。どういうことですか？ ですね、僕、生放送の企画で、2ヶ月後に、キックボクシングの試合に出るんですよ。ちょっと、紹介しようよ。でですね、全くのド素人なんですけど、ちょっと30秒間、この誰かに、グローブで僕をこう狙っていただくことは可能かなっていう。俺僕、手出さない。やりぜたい。ひ、やって。やりたいって酔っ払ってますけど。全然。もしよかったら向こうでちょっとグローブつけて30秒間僕避け続けるんあっで。ち行かなダメですか？めんどくここさだい。とまずい。ここだとちょっとカメラアングル的にちょっと光がなくて。いけよ。もしよかったら。みんなで行こうよ、じゃあ。いい、行行こうよ、行こうよ。こうよ。30秒だけなんですけど、僕絶対手出さないんで。ちょっと、もしよかったら。聞いてみるもんだね。どうも。聞いてみるもんだよ。いい人だった。やってやくれべえる。な。オッケー出た。オッケー出たよ。マジか、俺殴られるじゃん。いい人そうだったね。スケボーの人っていうか自転車の人だね。殴る一方やっすよね、お疲こうれさん。様です。ディフェンス超難しいっすよ。ありがとうございます。はい、ですね、大体カメラが映るのがこの辺からこの辺、この円の端からこの辺なんですね。この辺の中でちょっとここからここら辺の中でっていう感じで、僕避け続けるんで、蹴りなしで。で、大丈夫ですよ。本当に顎とか顔とか狙っていただいて。で、僕全然反撃はしないんで。全然、僕の練習なんで。で、30秒間。誰か3、ゆうこさん、30秒測ってもらっていいですか？ちなみに、明日のジョーは1回だけ読んだから。格闘技の経験ってあります？あ、柔道やってました。お、柔道。なるほど。じゃあ僕パンチ避けるだけと、クリンチは OK です。
あ、ダメ、じゃあ避けるだけで。じゃあ僕手出さないで30秒間っていうことで。じゃあ やらせていただきます。え、どこに当てたら行ってんのかあるんですか。ないですね。あの、例えば顔面ちょっと狙っていただいて、こういう風に避けたりとかするんで、で、まあ、ボディとか狙ってもいいんですけど、じゃあ顔面当たったら1ポイントで。あ、顔面、じゃあ、ポイント選手の顔面当たったら1ポイントで。プリント僕、パリングって言ってこういう技ですね。ボディも1ポイント。ボディは効かないと思うんで。うん、じゃあいいですか、リスナーさん OK でしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スパーの練習で殴られ配信、はい、100人も見てんの、はい、いいかもしれない。数中継10人ぐらいしかない。30秒でいい、はい、30秒で。じゃあ10秒前カウントでお願いします。じゃあ OK だったら手を挙げてください、リスナーさん。あの協力していただけるっていうことで、初絡みなのに。じゃあよろしくお願いします。じゃあこの枠内っていうか、これ反撃されたらマジ吐くからね。反撃しないです。じゃあ10秒前からいきますよ、はい、いやすごい構えがね、本気だね。8 7 6、すごいすごいすごい。5 4 3 2 1、はい。あ、落ち。わあ、すげえすげえ。残り15秒。あ、いい。あ、今もらった。1ポイント。6、5、2、4、3、2、1、終了。2ポイント、2ポイント。2ポイント。ありがとうございます。あ、すげえ疲れる。2発もらいました。すごい疲れるね、やっぱり。あ、カブニートいらっしゃい、ワコツ。これ途中で切れちゃったやつだ。はい、和骨。相対されてバランス崩れちゃってるんだね。近いんすよね、やっぱり。踏み込みたいんすけど。ラストでーす。殴ってるだけでもハーハー言いますよ、やっぱり。攻撃も防御も疲れますよ。まあでも、バランスなんだよね。殴られるのが一番の練習になるから。距離感。殴られ、やっぱ、その、どんな練習よりも実戦に勝るものはない。ずーっとスパーやってる方がいい。カクカクするな。難しいよね。本当は横に避けるのがいいんだけどね。スルッと。センスないよ。うん、ここで終わっちゃったんだね。カメラ止まっちゃったんだ。センスあったら苦労しないっすよ。ただいま。まあ、青山と早くやりたいかな、俺は。青山と早くやりたい。素人でこんだけ避けれるもんなの。なんて言ったらいいんだろう。
ドレさんに教わったのは、ボクサーが当たらないのは常に動いてるから当たらない。だから反射神経でみんな避けてると思うけど、確率論的にずっと体を動かし続ける体力とリズム感があるから、例えばずっと突っ立ってたら誰でも当たるじゃん。だけど、その横にずっと振ってたり下がったり、こう動いてるじゃん。こう。だから確率的にその的が動くから避けやすいっていう。ふうには言ってたから、体を常に振ること。ボクサーだからキュッ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 ずっとやってるじゃん。キュッ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 って、でも殴られるだけでやってみて分かったのが、やっぱりその攻撃が最大の防御なんだよね。牽制になるから相手が手出しづらくすることが一番よくて、その攻撃ずっとさ受け身のままだと避けられないっていうか、なんつうんだろう相手がリズムに乗ってくるのが一番嫌なんだよねそれを崩すっていうのかな、相手のリズム感を崩して狂わせていくっていう感じかな。で疲れさせるが、もう本当になんかみんなが思ってる必殺技みたいなのって全然当たらなくて、こんなんプロでも難しい。根性よりもスタミナかな。うん。打たれ慣れてくると痛くないし怪我しないっていうのが分かってくるから、これはまずいっていうのはあるんだけど、そんな大振りのパンチとか当たんないし、もうほぼスタミナだね。素人同士だと。まあ喧嘩もそうだけど、喧嘩の場合は根性だよね。うん。でもやっぱりそのパンチ当たった時にこの人のパンチ強いな弱いなっていうのが分かるんですよ。その人の強さって向き合うと本当に分かるのね。もうパンチもらわなくてもこう向き合ったら分かるんだよ本当に。猫王さんの強さがどれくらいなのか、ドレさんの強さがどれくらいなのか、達彦さんの強さがどれくらいなのかっていうのはね、そうやり慣れてるプレッシャーのかけ方で分かるんだよね。オロロさん、団子3個ありがとう、うん。そういう感覚に近いかな。だから、その、あ、この人やってるとか、わかるよ。コンビネーションのスピードが違うしね、やっぱり。相手が動いた瞬間に、キャッチャーミットを動かせば理論上は当たらない。キャッチャーミットってなんだろう。てか、動いた瞬間にキャッチャーミットを動かせば理論上は当たらない。だからテルチャンピンの場合、その反射神経がいいし、やっぱ動けるから俺のパンチも当たらないだろうなみたいな。左の内股からのみの右下な、ローは注意。うん。辰吉がゴングが鳴って手を合わせたら強さが分かるみたいなこと、あ、多分それはみんな分かるんじゃないかな。多分素人の人でも分かると思う、やり慣れたら、あ、この人強いっていう。うん、もう、向き合った瞬間に分かりますね。当て感やばいよね、キットさんは。当て感やばい、あの人は。あれは、そう。ほんと、マサトとやってる試合見て、なんでこんなの当たるのって思った。大振りなのに。あの人、当て感すごいよね。なんでなんだろう。もともとね、打撃系のファイターじゃないのに。センスなんだろうね、そこは。めちゃめちゃ大振りだったもんね。あ、当たるもんな。なんか当て感っていうのはもともと備わってるもので訓練できないでしょ、あれは。実戦経験とかでゆっくり培っていくし、生まれ持ってるものだと思う。あの辺になると全然わかんないな。でもその、勝てるか負けるかも分かる、大体、対峙した時に。この人は勝てるなとか、この人は負けるなみたいなの分かる。マサトからダウンしたのすごい、レスリング。あれは異常だよ。っていうか、総合ルールでやらなかったのがすごいと思う。打撃で行ったっていうのは。あんな無理ゲーだからね。な、自信あったんでしょう。キャヌさんはどつ。自信があったんだと思うよ。
さあ、俺ダウンさせた経験がないからな、今まで。練習トータルで相手を倒した経験がないんだよ、一回も。愛子さんいらっしゃい。だからそこだよね、倒す感覚っていうか、試合掴む感覚みたいのがないから、そこどうしたらいいんだろうと。ぶっつけ本番でいきなり勝てるとね、なんかローいいよって言われたけど、ローで倒せてないからな。こんばんは、夏さん。いらっしゃい。一回でもいいから倒す経験みたいなのは持っておきたかったけどな。気持ちいいのかな、どうなんだろうね。自分が気絶しないからだと思う。気絶はしたことないかな、うん、顎にもらってそのぐらつくっていうのもなくて、うん、体勢崩れてボンっていう感じがばっかりだから、本来だから倒れちゃいけないパンチで倒れてるからな。最近倒れなくなったけど。あとは本気でどこまでできるかだよね。本気でどこまでできるか。多分だから青山の試合でその初めてそのもう本気でぶん殴る前提でいけるわけじゃん。やっぱりそのセーブするわけじゃん。練習とかって。なんかその時にどうなるのかっていうのは楽しみだよね。もうフルで行っていいっていう前提でさ。エフェリー以外止める人いないし、向こうも本気で来るわけだから。本来はね、練習でずっと本気でやんないといけないけど、やっぱ放送上さ、リスナーさんだし、やっぱ、無理じゃん。その放送で本気で。そのお互いやっちゃったら相手も手加減するしっていう。寝た瞬間にオートはもうアウトですね。脳みそやられてますね。僕実際バイクで事故った時に気持ち悪くなって吐いたことあるんですけど、あれはやばかったですね、うん、あ、死んだかなと思った。急に気持ち悪くなって30分後ぐらいにゴバーって吐いて、あ、脳やられてるなと思って。あれはまずい。試合当日は全力でぶつかろうと思うよ。悔いの残らないように。持ってる技術は全部ぶつけさせてもらおうと思ってる。ヒカルくんとやってみたいんだよね。体格が似てるし、そのなんだろう、ヒカルくんとやりたいっていうのはすごいあるね。お互い練習になるんじゃないかなっていう。あ、脳挫傷やってるんだ。
素人のパンチクラでパンチクラで気絶するかな。どうだろうね。俺はなんだろう、ないとは思ってるの。俺のパンチにしろ、青山のパンチにしろ、なんて言うんだろう、春山木か当たったとしても、そのなんつうの、気絶とか失神とかダメージみたいなのも多分起こらないっていうのが俺の判断で、ただその体勢崩れて、要はボンっていうダウンみたいなのあると思ってるのね。体勢崩れたところにボンって食らって、スリップ気味のダウンっていうのかな。そういうのは全然あるし、その相手がそのパンチもらい慣れてなくて倒れちゃうっていうのは全然あると思ってる。だけど、その、プロの世界みたいに綺麗に決まって立てないみたいなのないと思うね。だからそれが、まあみんなが言うところの根性っていうやつだと思うんだけど。蹴り、あとは蹴りじゃん。だから心折る戦いだよね、もう。あ、もうこいつには勝てないっていかに思わせるかっていうか。うん。喧嘩と一緒でしょ。もうこいつとやりたくないって思わせないといけないわけだから、心の折り方だよね、本当に。青山の心を一回思いっきりへし折ってやろうと思って。でもね、相手がどれくらいのパンチ力とかどれくらいのキック力とかわかんないかんな。それが嫌だよね。青山が練習の情報出さないから、なんでそんな余裕ぶっこけるんだろうっていう。舐められてんのかな、ほんと。どう思う？舐められてるのかな、そこがすごい嫌なんだよね。勝てると思ってんだろうな。なんか正直言うと、なんか他のやつとやりたかったっていうのはあるよね。そんな練習しないんだったら。だからまあそれはね、しょうがないけど、ね、相手次第だから。だからもう、あ、次やるやつは強いやつ当てようっていう風に、便所さんが思ってくれるような試合しちゃうよね。あ、和道ダメだって。素人じゃダメだっていうか、ある程度経験してるやつと今度はぶつけてあげないと、みたいな。いや、もう全然勝つ気満々だし。まあ、正直言うと俺、余裕で勝てると思ってるから。今、現時点だったら。完全に舐められてる。ハッタリはかけるつもりないよ。俺そういうタイプじゃないし、ハッタリ嫌いだし。今現時点でやったら多分勝てるよ。客観的に見てね。まあみんながどう言うかは分かんないけど。青山練習しないとまずいぞって思わないのが、そこまで実力差あるわけじゃないかんね。マサト尊敬できない。いやいや、マサトめちゃめちゃリスペクトしてるけど。なんで？マサト普通にすごいでしょ。マサトの練習見たことあるけど、すごかったよ、本当に。化け物だよ。マサトの試合はクラウス戦がすごいかっこよかったな。
綺麗な、もう教科書通り足壊してからパンチで仕留めるっていう、まあ、ボクシングの世界チャンピオンも足さえ壊せば倒せるんだっていうのを証明したっていうか、もうきなんだろう、教科書通りっていうか、これだって思ったよね。よっさんなんで花火上がるの？いやだってファンの数が違うもん。母体がさ、だって俺の何倍、20倍ぐらいリスナーがいるわけよ。そりゃ上がるっしょ。20倍アイテム上がんないと。で、レバレッジって言うんだけど、相乗効果っていうのがあって、うん。アイテム上がれば上がるほどいいんだよ。流れみたいなのがあるんだよ。よっさんが食えなかったら終わりだと思うよ。普通のおじさんじゃないよ。そう見えるんだよ。同じ配信者からは彼がいかにすごいことやってるかっていうのわかるんだ。例えばさ、その素人の人って格闘技で誰が強いかわかんないんだよ。みんな強いから。だけど同じ格闘技かじってる人とか配信やってる人からすると、よっさんは普通のおじさんじゃないんだよ。あれエンターテイナーなんだよ、トップレベルの。それがわからないだけよ、うん。あのバカじゃできないから、配信は。あの普通に何も考えないでやってたら人集まらないよ、うん。まあ予算ね、全然だからそういう芸風なんでしょ。予算の芸風だからそういうもんだよ、うん。配信に対する捉え方とか全然違うよ、うん。例えばその前も話しかけたんだけど、横山みどりのエピソード話してもいい？これ配信やってる人だったらめちゃめちゃ感動する話なんだけど、あの横山みどりと誰かがある人の家に行ったんだよ。力屋さんだったかな、ちょっとディティールを忘れたんだけど、横山みどりと誰かの配信者が誰かの家に行ったので、部屋が汚れてたのよ、その配信者の家。家がゴミだらけだったので、その配信者多分力屋さんだったと思うんだけど、力屋さんが片しちゃったのよ。ゴミ散らかってるからって言って、その腐ってるやつとか全部捨てたの。まあ普通の対応じゃん、っていうかむしろ社会人としてはできるやつじゃん。で放送が終わった瞬間に、みどりさんはその配信者に大激怒したっていうエピソードがあるの。これなんでかわかる？なんで腐った食べ物を片したんだってみどりさんがぶち切れたの。これ意味わかんないじゃん。でもこれで意味わかるやつって配信できるやつなんだよ。横山みどりの目線が気づけるやつなんだよ。野田総理の家だったかな、忘れちゃったんだけど、これわかる？誰か答え。なんで横山みどりがなんでこれを片したんだって気づいたか、わかる人いる？わかる人いるかな？答え言っていい？答え言っていい？わかんないか。あのね、その時みどりさんが言ったのが、これがもし、あの、ネタだったらどうするの？って怒ったらしいの。要は腐った食べ物、1週間2週間腐った食べ物があって、これ食べてゲロを吐くっていうネタ作りだったらお前どうすんだって切れたの。美味しいだろ、こんな、これを勝たすってどういうことだ、これが振りだったらどうするんだお前って、なぜ食べないとか、なんでこいつが作り上げてき、ね、たネタだって考えないんだって言ってブチ切れたらしいよ。その時に初めてもう面白いことだけを追求してるっていう姿勢が見えるじゃん。あ、すべてネタなんだっていう、その普段常に生きてて普通に生きてる人の感覚じゃないんだよ。もうこれは食べたら美味しいとか笑いが取れるとか、そう芸人なんだよ。そうだからそれを聞いた時に、あ、この人生粋の配信者だなと思ったよ。うん、それを怒ったっていうのは、うん。だからそれって多分広まらないエピソードだし、多分理解されないエピソードなんだよ。ただその配信者からするとまさに言ってる通りなんだよね、うん。もう一つの笑い取るためとか、そのリスナーさんに喜んでもらうためだけを考えてるから、それ面白いですか？いや絶対笑うと思うよ、うん。
絶対笑い起こると思うよ。例えばここに腐った何かがあって、うわ腐ってるわーつって、うわグログログロってコメント流れて、食え食えってなるじゃん。食えって言うでしょ。野良犬なんかそれこそ食え食えっていう、食わなきゃっていうタイプだと思うよ。あ、だからバレーニョさんが言って演出として面白いからっていうか、まあその振りだったらどうするんだみたいな発想だよね。そう、だからその人間として面白い、なんか人間として正しいことなんかどうでもいいっていうか、コメントさ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、そういうことだよ。でもまあこれを理解できない人はまあまあまあ、なんつうの、にわかだよね、うん、配信者でこれを理解できない人はにわかだよ、うん、まあリスナーさんは別にそんな考えてみる必要ないけど、うん、知的な緑に罠がかけられただけだと思う。思う？な、何を言ってるのかわかんないな。うん。俺は緑さんは配信者として正しい説教をしたと未だに思ってるけどな、そのエピソードは。インテリ？インテリとかじゃないんだよ。インテリかどうかじゃなくて、配信の捉え方が真面目なんだよ。もう配信のことしか考えてない。きょうちゃんが裸で配信やる理由もそれだったわ。あえてやってる。あ、それそうでしょ。うん、そりゃそうだよ。太ってるっていうキャラクターを作ってるわけだから、そう、いじられるわけじゃん。すげえデブだなって、美味しいわけよ。配信者のトップだと月いくらぐらい稼げるんだろう。月っていうのだとムラがあるからあれだけど、年間1000万は余裕で超えてるよね、トップ配信者は、うん、トップ配信者は年間1000万余裕で超えてると思うよ、うん。だって金梅さんとかリスナーさんから現生600万もらってたりとかするし、なんかみんな花火とか見えるだけの金額しか見えてないかもしれないけど、世の中って腐るほどのお金持ちっていっぱいいるんだよ。そう、600万ボンってもらって、まあすぐなくなってたけど、うん、だけどそれを見せないでしょ、やっぱり。安いビール飲んだりとか、発泡酒飲んだりとかさ、いい服買うとかやらないじゃん。キャラが壊れるからだろうね、それは。まあまあまあ、まあ行くだろうね、あのクラスになったら余裕で、全然行くと思うよ。それはだから見える金額だよね。あとはグッズの売り上げとかあるわけだ、うん。だってヒカルくんがステッカーの販売だけで半年間で350万って言ってたからね。下手なアルバイターよりステッカー代だけで稼いでんだよ。半年でシール売って350万稼ぐんだよ。やばくない？まあ豪快だからな、みんな金の使い方が。うん、だからまあみんなから 見る目線と配信者から見える目線って全然違うよ、やっぱり、うん。ずっと追っかけてるわけじゃないけど、いろんなところで支援されてるわけだから、うん、まあそれ当たり前なことだけどさ。お疲れ様です。家帰ったよ、充電切れちゃったから。もうみんなが見てるところで支援したくないっていう人も中にはいるんだよ。いろんな人がいるから、現金ボンって渡した方が俺はいいっていう人もいるし、
今医師の初見女リスナーに対して加えてもらえますかって言ってんの、かっこいいな。まあ本来ねスポンサーって裏で動く人が多いからね、うん、やっぱ好きな配信者を応援したいってなるでしょ、うん、普通の感情だと思うよ。なんか別に小難しいわけじゃなくて、こいつ好きだわ、応援したいわ、支援するわっていう、すごいシンプルなだけだと思うけど。旅の配信の戦略も持ってるんですか？持ってないよ。俺戦略打つほど頭がいいタイプじゃないから、全部経験だと思ってるから、全部経験に変えたいと思って、全部実践、全部経験。だからもうやってないことをひたすらやるだけだから、うん。で、経験って裏切らないんだよ。経験って、なんだろう。裏切らない。俺ですら天城府送らせてって言われたから、すごい世界だなと思った。断ったけど。なんで断ったの？もらえばよかったのに。もらえばいいじゃん、天城府。面白いじゃん。夜中に上うるせえな、ガン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 うるせえな、ほんと。よいしょ。天井ドーンしといたわ。うるせえんだよ、ほんと夜中にどんどん。投げた投げた。天丼。失敗も経験のうちだから、失敗なくして成功なんてないよね。俺はそう思うね。うん。やっぱりその経験から来るものっていうのは痛みを伴ってるから、ちゃんとすごい判断ができるんだよ。そうそうそう、失敗しない成功者なんかいないじゃん。失敗の方が経験値として高いよ。うん、
何食おうかな。腹減ったな。顔も出さないアニメサムネの人がなんで人気あるの？いや、わかんない。面白いんでしょ？多分。面白いから人が集まるんだよ。だから、その、自分がつまらないからって、他人が面白くないって考えるのは違うと思ってて、人が集まるっていうのは、それを楽しいと思ってる人がいるんだよ。だから、うん、それに応えられるかどうかだから、それが面白い人がいっぱいいるんでしょ？あ、自分の基準で考えない方がいいよ。結果集まってるってことはその人の方が面白いんだよ。顔を出さないから面白いかどうかは分かんないけど、人が集まってるっていう結果に対しては嘘ついてないわけだから。うん、俺は結果が全てだと思ってるからね。うまくいってる人は、結果うまくいってる人はやり方が正しいんだよ。うまくいってない人は何言ってもうまくいってないんだもん。どんな理由つけてもうまくいってないんだもん。理由はいらないんだ。牛丼食おうかな。めちゃめちゃ腹減った。何食おう。いや、風呂入ってるけど。お疲れ。こんばんは、ロータリーさん。いらっしゃい。最近何か企画をやりましたか？これから旅配信とかやったりとか、あと格闘技の試合出たりとか、そんな感じだね。企画っていう企画はやってないかな。スロット配信とかやったりしてるけど。のんちゃん会ってない？うん、そうだね。昨日帰ったみたいで、それから連絡取ってないかな。それから会ってないですね。
旅配信今年するって言ってましたね。そう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 。あと明日だね。明日からスタートだね。旅配信は。彼女いますか？いますよ。うん、いますよ。自給自足はするつもりないかな。うん、普通に配信でアイテムもらったお金で旅させていただこうと思ってるね。うん、日本全国回って1万人リアドするまで帰れないっていう企画をしてますね。移動手段にはこだわりはないです。何食おうかな。10年履いたリーバイス501ボロボロ具合が最高。俺ダメだね。1年ぐらいでもう履き潰れちゃうね。股が破けちゃうんだよ。罰ゲームとかないですよ別に。うん、ないですね。なんで罰を受けないといけないのかよくわかんない。罰ゲームって意味わかんないよね。なんか失敗したりとか負けたりするとさらに罰を加えるって。本来負けが罰なのにね。いや全然起きたばっかりだもん。これから寝るわけじゃないから。抜け作さんはどっち？今から食べる感じ。風呂に入って皿を洗って水道代がすごいです。まあお金はかかるよね。生きてくだけでお金っていうのはかかるから。大手配信者多分前代未聞の企画になると思うよ。1万人リアド達成した人なんか聞いたことないし、多分海老蔵さんの500人だか1000人だかっていうのが今まで最高の記録なんだよ。いやーそこはリアドしてもらいたい俺は。なんでかっていうと企画が終わらないわけだし、一人一人のリアドがないと旅の意味がないから。俺は感謝を伝えに行きたいの。見てくれてありがとうっつって応援してくれてありがとうって言いたいのに、ただ傍観してたリスナーと一緒だから、俺のそのなんて言うんだろう、コンセプトを理解してないっていうか、そうなんて言うんだろう、応援してることにはそれは全然ならない。カブニーと股が裂けてしまうのは太めの白パンがおすすめ。タイトなパンツが好きですね。リスナー1万人いないよ。うん、いないいない。今1800人ぐらいかな、フォロー数は。だから大手になるまで帰ってこれないっていう企画だ。リアドしなくても、いや、やっぱでも生で触れ合ってみたいんだよね。うん、生で会ったらさ、あ、どんな人が俺の放送を楽しんでくれてんのかっていうのが分かるわけだから、うん、やっぱね、俺はリアルが好きだから。まあ、花火でもね、地方の人は応援してくれてるけど、感謝を伝えに行きたいんだよね、ずっと応援してくれる。そうそう、世界、次は世界。うん、まあ、無理だと思ってても、俺は全然いけると思ってるから。うん、なんか、人が無理だと思うことを全然達成してきたから、今まで。自信があるんですよ。俺ならできるっていう。今の俺は無理かもしんないけど、未来の俺なら絶対できるっていうか。
できない理由とかはないですからね。やらないだけで。やったら何でもできると思ってるんだよ。そんなさ、10万人のフォローがいて1万人リアとしても何にも面白くないじゃん。いや、できるだろう。時間かかるだけでって。達成できないことにトライすることに俺は意義があると思ってる。3年ぐらいかかんじゃないかな。うん。ニコ生オワコンだと言ってるけど、ふわっちの方が数ってきてるような気が。俺ニコ生オワコンだなんて言ってないけど。うん。1万人ならそこ引き払った方がよくない？本当はね、お金のこと考えたら引き払った方がいいけど。やっぱり、その物があるから難しいんだよね。うん。きついね。山の線一周も17時間かかって、ほんときつかったかんな。ほんとにきつかった。革靴で歩いたけど。うん、まあまあ、無理だったら無理だと思っておけばいいんじゃない？うん、俺はできると思ってるから。俺はやるだけだから、ただ。だって無理だって言われたことを今までずっとやってきたしね。うん、一般的に言われてる？いや、全然一般的に言われてる？ああ、うん。俺は全然ふわっちかそってないと思ってて。夜中のこの時間帯って、配信者の数30人ぐらいだったのが今150人いるんだよ。で、5倍に増えてるわけよ。3ヶ月以内ぐらいに。でも全然かそってないと思うけど。リーガルの靴じゃない、スニーカーで行くよ。いや、自分次第だと思ってんだよ。無理かどうかやってみないとっていうか。やるま、達成する前続けないだけでしょっていう。うん。達成する前続ければいいだけだから。うん。暗黒見たら達成できなからって逃げ道作っといたら。いや、俺は全然やるから、やるって言ったら。やるって言ったらやるから。うん、バタフライテールはどつ。アイテム減ってきてる。いや、偏ってるだけじゃない。うん。100万とか稼いでる人はいるわけだから、ランキング見てみようか。マンスリーランキング。だって未だにもう160万タータンっていう人もらってるし、マロさんだって100万以上稼いでるわけでしょ？あんまり減ってるような印象は受けないけど、俺は。うん。どうなんだろう。分散してるだけなんじゃないの？配信者が増えて。うん、まあ、去年はね、アイラが700万稼いだからすごかったけどね。うん、500円貯金。俺の100円玉貯金で結構貯まったよ、ほら。100円玉貯金結構貯まったね。これが3つぐらいある。2年前より減ってる？え？この配信サイト2年前存在してないけど。2年前。2年前にこの配信サイトないんだけど、オロロさん。ただ最近全体的に紐が固くなってくる。3月は厳しかったけど、4月は俺結構いただいてますね、アイテム。4月はいい感じですね。リステリンしますね。思想濃漏対策で。うん、去年どれくらいあったか知らないかな、俺は。うん、去年の動きは知らない。ふわっち自体をやってなかったから。別に俺はふわっちの運営でもニコ生の運営でもないから、別にかそってでも危機感はあんまりないけど、ニコ生やツイッターの有名人がこっち来だしてるんだから、和道の位置もニコ生時代の位置に来るんじゃね。ああ、それはどうだろうね。そうなったらラッキーだなとは思うけど、やってみないとわかんないよね。結果はわかんないから、うん、まあそうしたいとは思って動いてるわけだけど。なんかあんまりそのできるかできないか考えても、理屈こねても意味ないわけですよ。俺理屈こねるの嫌いだから、とりあえず行動がすべて、失敗した方がまだマシだと思ってて、失敗したってことはトライしたってことでしょ。うん、で、トライ続けてたら絶対上手くなるし、成功に一番近いと思ってる。うん、とにかく行動を起こすっていう。で、まあそれがね、バカだと言われようが、なんだと言われようが、うん、俺は行動するやつが好きだから。
いや、全然キャラ一緒だけど。あんまり俺キャラクターものじゃないからね。キャラとかじゃないじゃん。うん。理屈、いや、考えることと理屈は好きだけど、俺実際行動の方、行動派なんだよ、めちゃめちゃ。うん。俺理屈こねるの嫌いなんだよ。うん。考えることは好きだけど。うん。原付免許、もう執行ね、ダメになっちゃったからね。うん。原付はいらないかな、東京で生活してたら。でも俺、理屈こねてる時間よりも行動起こしてる時間の方が長いはずなんだけどね。うん。まあだから結果が出てるんだと思うけど。いや、計画全然立ててるけどね、うん、計画全然立ててると思うけど、それに沿って動いてきてる。車の免許持ってないよ俺、うん、てか免許を持ってない。暖房つけっぱだね。暖房つけっぱ、俺は。電気代上がるの嫌だから、ずーっとつけとくって。仕事行ってる時も切らない。つけっぱです。エアコンですね。自分のうまみを理解してないんじゃないかなと思う。和道のステージは雑談ありきだから、リスナー自体は1万人とか眉唾とも思ってんじゃない。いや、だから別に眉唾で誰も損しないじゃん。なんかお前はできないっていう風に言いたいだけだと思ってて、なんだろう、俺は大手になるのが俺の夢だし、俺の目的なのよ。だからそれに沿ってやることに、なんか俺が旅に出たところで誰も困らないはずなんだよ。だけどそうじゃなくて、要はお前の夢なんか叶わないよっていう、その夢を否定したい人が現れてるだけだと思ってて。そう。簡単なんだよ。人のことを否定するのって一番簡単なんだよ。理由をつけられやすいっていうか。だけど俺はそうじゃなくて、その人の夢とかにもコミットしないし、自分のやりたいことにコミットしたいのよ。だからまあ俺が理想としてる自分には達成不可欠な要素じゃん。だからただやるっていうだけよ。で別に普通に別に批判してもいいけどって、うん、俺はやるよっていうだけよ。うん、全然歩きながら雑談するもん、うん、全然するよ、うん。うん、どうだろうね。今俺が大手だっつんだったら、俺が望んでる生活はこんなもんじゃないから、俺は配信で1億円ね、年間手に入れたいと思ってる男だから、うん、今のままじゃダメなんだよね。うん、全然ダメだね。寂しの目になんかなってないよ、全然。普通に当たり前だと思うことを話してるだけだよ。途中リタイアは考えてないですね。なんか別に苦しいことじゃないから。今の配信会では無理ですよ。だからまあ、無理だと思ってないんだよ、俺は。無理だと思ってないのよ。だからやってるのよ。うん、まあ無理だと思ってる人がいっぱいいるのは分かってるけど、俺は無理じゃないと思ってるから。うん、俺はそう考えるよ。
なんかその無理だとかダメだとかああだこうだ理由をつけちゃうとやらない理由がどんどんできてくるだけだと思ってて、やらない理由なんかさ自分がサボる理由だから、うん、必要ないんだよね。やりたいことやるだけだよ、シンプルに言ったら、うん、そこ誰にも迷惑かけてないじゃん、うん、月100万じゃないよ、俺月1000万ぐらいだよ狙ってるのは。配信者として人生設計がちゃんとできてて感謝します、頑張ってください。ああ秘密基地さんバガーありがとう、うん、ランドセル買った方がいけないと思います。1万のリュックで十分だと思います。いいじゃん一生使えるんだから、なんかその成功してる人のロジックを俺は信じて、失敗する人のロジックって嫌いなんだよ。ただそれだけで。じゃあ小学生のイチローに向かって、お前は絶対ねメジャーリーガーになれん、例えばね俺ねすごい思うんだけど、あのイチローがメジャーに行った時の2ちゃんのスレってすごい面白いのよ。たった一人だけの小手半がこいつはこうなるこうなるこうなるって言って全部予言当ててたんだけど、 99% の人はもう絶対終わったとか成功しないとかこんなのダメとかみんな批判してたの。だからそんなもんだなっていう。だからインターネットの人間とか一般市民っていうのはそのなんていうんだろう、 99% 負け組なわけですよ。だからその人のことを批判することにこいつはダメだっていうことだけをコミットするんだけど、結局一郎は成功したじゃん、うん、どうせ達成できなくてもそれでお前に迷惑かけたって済ませるんでしょう。いや実際そうだと思うよ、抜け作さんに迷惑かけないわけじゃん、でしょでしょ、実際迷惑かけないじゃん。だから なぜその人の夢を批判する必要があるのかなっていうのは思うけど、これ実際抜け作さんに迷惑かけたつもりないし、うん、花火1000円で半分だから直接渡して1000円支援の方が良くない、うん、事実済ませるじゃなくて事実迷惑はかけてなくて、そのなんだろう、なぜその抜け作さんはじゃあどういう理由で俺の夢を否定する論理なのかを教えてもらいたいんだよね、うん、なぜ俺のやることを否定するのかっていうのがわからないっていう、うん、そうそう倒れるんだったら俺は前のめりの方がいい。イチローがメジャーに行ってもみんな通用すると思ってなかった、なかったんだよそれが、うん、特にその2チャンネルのスレでは。いやジョブズは成功者だと思いますね僕は、うん、ジョブズは成功者だと思いますよ、うん、っていうのもその未来ダメだと思ってるっていうか不可能だと思ってることを達成できる人はやっぱ成功者だと思うね、うんあれ抜け作さんからのコメントなくなったけどどうなんだろうね。抜け作さんはどういうロジックでその和道には彼女がいてリスナーがいて住まいがあってリスナーがいるわけじゃん。いるよ、うん、で彼女もいるしリスナーもいるし住まいもあるよ、うん、なんで彼女より戻してよ。それは俺がその人と付き合いたいからと思ったわけであって、そのそういう俺が聞きたいのはそこじゃないでしょ。抜け作さんなんで、抜け作さんはどういう権利があって俺のやりたいことを否定してるのって聞いてんの。俺はヒトラーは成功者、うん、俺は成功者だと思うね、うん、だからそのなんつうんだろう、自分の生き方は自分で決めるべきだと思うし、そう他人に言われたからって言って俺人のせいにしてないじゃん、うん、自分で決めてやめる、あのやるっていうのを決めてるわけだから、自分の生き方は自分でコミットしてるんだよね。自分のやりたいこととも向き合ってきてるし、そのなんだろう、自分のやるべきことも自分で決めてきてるし、リスナーがそれはどうだろうと思うことを言っちゃダメな、いやいい、違う違う、それはどうだろうっていうことを言っちゃダメって言ってるんじゃなくて、抜け作さんはなんて言ったのかって覚えてないかな、自分のコメントね。
どうせ達成できなくてもそれはお前に迷惑かけたって済ませるんでしょって言ったけど、実際に迷惑かけてないでしょって言ってるのよ。あと、なんていうのかな、その俺がその旅配信に向かっちゃいけないっていうロジックがわからないっていうことを言ってるのよ。別に言ってもいいんだけど、そこの根拠は何なのって、俺ができないっていう根拠は何なのって。夢に向かっていくことはいいことだよ。年を取るといつもやめたり、そう諦めたりするのが嫌いなんだよ。理由をつけて負け犬になりたくないんだよ。負け犬ほど吠えるんだよ。俺はそうなりたくない。それがかっこ悪いと思ってるから。別にそれでいいと思ってるんです。別に他人がどうなろうとそれでいいんだったらいいかもしれないけど、俺はそういう自分が許せない。うん。ジョブズはまあ人間的に問題あるだろうね。成功してる人は人間的に問題ある人ばっかりだよ。うん。だって普通の考え方してないんだもん。普通の行動をしてないんだもん。だから成功してるわけじゃん。1万人なんて何年かかると思って、その間にのんちゃんは47だぜ。それはのんちゃんが決めることじゃん。俺はもともとのんちゃんと出会う前から旅人になるって言ってるんだよ。のんちゃんはそんな俺を好きになってそれを否定してるっていうのは、俺はそっちの方がおかしいと思ってるからでしょ。人間っていうのは他人の道具じゃない。俺はのんちゃんの道具じゃないんだよ。パートナーなんだよ。パートナーなんだよ。わかる？それは大人なんだから。逆に言ったら47歳で俺のことを選んだのはのんちゃんなんだよ。で、俺彼女の年齢なんか全く気にしてないよ。うん。全く気にしてないよ。それが嫌だったらついてくればいいじゃん。そばにいたいんだったら。そうじゃない？うん、何年かかってもリアドする。まあその予定だけどね。俺は旅人になるって決意するのは付き合う武器じゃない。それを決めるのは俺とのんちゃんであって抜け作さんじゃないと思うよ、うん、でしょ。俺とのんちゃんの人生に責任を負えないんだから。抜け作さんは自分の責任には責任、あ、発言には責任持った方がいいと思うよ。抜け作さんが俺らのこと支援しててね、人生面倒見て月100万円払ってるんだったら言うことは権利はあると思うけど、言葉だけでしょ。俺らの人生に責任取らないじゃん。俺とのんちゃんの責任を取ってんのはのんちゃんであり俺なんだよ。いや、人の人生にとやかく言う前に自分の人生どうにかした方がいいと思うよ。他人と過去は変えられないんだよ。うん、抜け作さんは自分の人生と向き合うことしかできないんだよ、うん、でしょ。いや、俺普通に当然のことだと思うけど違う、うん、抜け作さんは俺の人生責任持てないでしょ、うん、俺は自分の人生を自分で責任持つから。コテさん、ハートありがとう。ハートありがとうございます、うん、だから応援できないなら応援できないなーでいいじゃん。うん、なぜその自分の居心地いい空間に引きずり下ろそうとするのか俺には理解できない。俺が求めてるものは違うんだよ、抜け作さん、うん、大手になりたいんだよ。収入を上げたいんだよ。もっと豊かな暮らしをしたいんだよ。幸せになりたいんだよ。多くの人に感動してもらいたいし出会いたいんだよ。ただそれだけだよ、うん、それには旅が必要なんだよ俺には、うん、シンプルでしょ、うん。だ、彼女のことを考えたらじゃなくて、俺はいつも言ってるけど俺の夢しか見てないから、他人の人生変えようなんて思ってないの、うん、でしょ。だから俺のそばにいて幸せなら俺は幸せだからって言ってんのよ、うん、だから別れるかどうかっていうのは彼女が決めることでしょ、でしょ。俺は別にのんちゃんのこと好きなんだからそれでよくない？どう思うかな、うん。旅に出てなぜ彼女が苦しいのかっていうのはよくわかんないよ、うん、まあ同じロジックだよね、オロロさん、うん、弱いやつが負けるんだから。自分前提で彼女をそれで巻き込まれようが、それはのんちゃんの決めたことだからってことか。俺巻き込んでないよ、のんちゃんのこと。巻き込んでないよ。何を巻き込んだの？
のんちゃんが俺を選んで俺がのんちゃんを選んだ、それだけじゃん。で、抜け作さんがなんで自分が被害者かのようにそういう風に言ってるのかが全然理解できないの俺、うん、現代の人はこうやってはっきり言える人少ないから、言えてる人とてもと、まあそれで困ってるんだけど、そう、誰目線なのか分かんないのよ、うん、付き合うって決めた時点で和道の人生に巻き込んだんじゃね。でそんなこと考えたら誰とも付き合えないと思うよ俺はのんちゃんと生きていきたいって、ただそれだけだけど、うん、のんちゃんと一緒に生きていくっていう、ただその旅とか配信っていうのは俺のライフワークで俺の生き方なんだよ。いや変なこと言ってると思うよ相当、うん、抜け作さんはのんちゃんじゃないじゃん。そう、人の幸せやろうとしてることとか人の行動に第三者は介入できないんだよ。できるとしたらアドバイス、俺はこう思うよっていうことだけなんだよ、うん、そう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 。だから人のさ家庭とかさ人の仕事とかにケチ出すのは俺ないと思うよ、うんうん、だから応援する気があるかないかだけだと思ってるから、うん、少なくとも明らかに雰囲気悪くさせてるまあまあ、いえいえ、そういうのは良くないよ。俺全然抜け作さんの意見は意見でいいと思うよ。雰囲気が悪くなったのは俺のせいかもしれないじゃん、うんうん、いや別に言ってもいいんだよ。いや俺は幸せになるよ。ただ俺はじゃあのんちゃんの言うこと聞いて俺は不幸になるんだよ。俺は旅に出なかったら不幸になるんだよ。一生後悔するんだよ。ずっと引きずるんだよ。あの時旅に出ればよかったって、死ぬ時まで。そんな男と付き合って女幸せにできるとは俺は思わないね、うん、男だったら輝いてやりたいことやって、うん、ギラギラしてそこに女は惚れるもんだと思うから、うん、俺が一生うじ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 のんちゃんのせいで旅に出れなかったっつったらのんちゃんを不幸にすると俺は思ってる、うん、俺はやりたいことやるから、それが和道だから。和道は自分の発言に責任持つと思う。どうだろうね。それは行動で示すことだから、今言ったことを、例えばさ、3ヶ月後旅配信やめるわっつったら、みんなの期待を裏切ることだし、今の俺を裏切ることじゃん。でしょ？だから行動なんだよね。未来の自分の。未来の自分の行動。だから、それは結果で示していかないとなとは思ってるけど。例えばその捨て頃の企画にしても、こんだけ練習しても負けたらただのアホじゃん。だから勝たないといけないんだよ。勝ったらよく頑張ったなってみんな言ってくれるし、努力の結果だなって言うけど、負けたらバカだなって言われるだけだから、うん、それが現実だよ。でしょ、うん、ムーハさんこんばんは。うん。女の哲学じゃないよ。俺はどんな人に接しても俺は他人と過去は変えられないと思ってる。自分の過去も全部受け入れてるし、他人を変えようなんて思ったことないよ。影響を与えられると思うけど、決めるのは自分だから。自分の生き方を決めるのは自分でしょ。だからそれを親の言いなりになったりとか、学校の先生の言いなりになったり、友達の言いなりになったりしたら自分の人生なんか掴み取れないんだよ。だから俺は自分のやりたいことに必要なことはやりたいと思ってるし、あと子供の頃からの夢だったの、スナフキンとか車虎次郎とか、かっこいいなと思って、その理想の自分を追いかけてるのね俺は。ただそれだけだよ。格闘技、俺は配信はしないけどね。弁護さんしか枠開く権限持ってないから。うん、アキラツさんこんばんは。車トラジロかっこいいよね。ヒッピーだよ。ヒッピー。風天ってヒッピーって意味だから。だからね。それはまあ、のんちゃんに言うわけじゃないけど、本当に幸せな金、ね、固定収入があって、
いい大学出て、で家族を大事にして日曜日は子供と遊んでっていう人を好きなら俺を選ばないわけよ彼女は、うん、花火ありがとう花火ありがとうでしょ。彼女は俺を選んだんだよ。じゃあ俺が折れたるものは何なのかって言ったら不可能を実現する力なんだよ。みんなが無理だと思ったことをやり続けることなんだよ。それしかできないんだよ俺には。みんなが無理だって言ったことを達成してやればできるんだっていう、うん、やればできるんだってさいう風にやっただけだから、うん、でしょ、うん、ただそれだけだよ。夢は逃げないんだよ。夢から逃げるのはいつも自分なんだよ。そう、俺は夢から夢が逃げたことなんかないよ。俺は今までいくつの夢を捨ててきたか自分で諦めただけなんだよ。もうそれが嫌なんだよ、うん、自己実現していきたいのよ、うん、夢から逃げなくない。振られたんですが、どこからストーカーになると思いますか？相手がストーカーだと思ったら、うん、相手がストーカーだと思ったらそれはストーカーですよ。ゲリラ戦っていうか、まあ本番しかないと思ってて、人生って全部いつも本番なんだよ。なんか練習があると思ってるのが間違いで、本番だと思って練習してるやつが強くなるだけなんだよね。毎日が本番なんだよ。人生ってリセットボタンないから。だから毎日毎日本番やり続けた。1万人達成させてね、楽しみにしてるわ。それは嫌味で言ってるのか本音で言ってるのか分かんないな、うん、本当に1万人達成させてねって思ってる人は必ず来るから、俺は抜け作さんが来るのを楽しみにしてるよ。本気で思ってるかどうか行動を見るから。もう散々言われた後に信じれない、うん、だって本当に1万人達成させたいとか奇跡を起こそうっていう人は会いに来るから、これを嫌味で言ってるのかどうか俺には分かんないよ、うん、もし本音なら会いに来て、うん、その時は俺はシェイクハンドしたいな、うん、本音だったら会いに来て、うん、1万人と何すんの、リア凸野本さん、ハートありがとう。金沢で待ってるよ、ありがとう。会ってハグしよう、シェイクハンドしましょう。ちなみに金沢って何県だろう、何県だ。金沢って有名だよね。ワドオリスナーニコ生時代からやってるから本当応援してるんだって。親近感もあるし。だったらさ、ワドオリスナーだったら分かるはずだよ。抜け作さんは俺が配信で飯食いたいって言った時にみんな無理だって言ったんだよ。 100% 無理って何人に言われたか知ってるでしょ。 100% って言われたんだよ。その 100% 無理だって、配信で飯食ってくのなんて無理だって言ってたやつ5万といたじゃん。俺だけだよ、俺を信じてたのは。で自分を信じてやっと、あ本当になるかもって言って、初めて応援してくれる人が出るんだよ。だから俺は絶対自分のことをどんなに否定されても俺は俺から逃げない。まず自分を説得してからみんなを説得しないと。俺はブレないよ。何年かかるか分かんない、何年かかるか分かんないけど、俺は1万人達成してうわーって言ってるのは見えるもん、うん、俺は見える、
自分の未来が。俺は頑張ろうって。俺のことを信じてくれてる人もいるんだから今。俺のこと支えてくれてる人がいるんだからさ。一人でやるわけじゃないんだよ。出発？明日。出発は明日。振られた時、和道さんはなんて気分を紛らわせますか？いや、気分を紛らわせるんじゃなくて、振られたんですよ。事実でしょ？嫌いだって言われたんだから。うん、で、世の中には、クソ女がいるし、世界の半分は女なんだよ。別行けばいいじゃん、うん、え、自分の家を出た瞬間旅から始まると思ってるけど行ってきますって言って部屋を出た瞬間から旅だと思ってるけど、うん、なんか気分を紛らわすんじゃなくて事実を受け入れられないんでしょ。それってね、自分が可愛いなんだよ。なんで私みたいな素敵な人を振ったんだろうって考えてるからなんだよ。自分を守ってるのね。自分に魅力がなかったっていうことを考えた方がいいよ、うん、でしょ。相手からしたら自分に魅力がなかったんだよ。だから俺は自分磨きにしか興味ないね、うん、そう。自分変えちゃえばいい。自分は変えられるから、いい女になればいいじゃん。やっべえ、あんないい女だったのか、悔しいって思わせればいいじゃん。腐るほどいるぜ、いい男なんかいい女なんか、うん、俺はだから自分のこと振ったやつがいたら、うん、まあ俺の魅力に気づかねえ女だったんだなぐらいにしか考えないけど、うん、人間ってそのレベルがあって、自分のレベルと合ってなかったんだなって考えてるけど、ルートは一応北海道までのルートは決めてるけど、そっからランダムかな。千葉、茨城、福島、仙台とこう上がって、宮城とか上がっていこうかな。でもまあその時その時の気分でやろうと思ってるんだよ、うん、カエルさんはどつ。ゴリナミオさん、バガありがとう。アイテムありがとね。千葉は何日くらい滞在？わかんない、全然。だからもう俺は1万人達成するのが目的だから、都道府県はとりあえず回るけど、人が集まるところとか、ここに人がいるっていうところを嗅ぎ分けながら行くって感じ。トツはいつでも自由。配信回ってるときはもうずっとトツ待ちが目的だから。同行全然ありだよ。当たり前じゃん。旅は道連れでしょ。おい、ワド、3日付き合うわ。車乗れ。ウェス。かっこいいじゃん。これが車トラジローでしょ。ワド、乗れよ。かっこいいじゃん。ブーンつって。俺も旅したかったんだよ。付き合うぜって。男のロマンだよ。そう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 、考えてるね。気候がいいところね。寒くなってきた、南下って。いや、ディズニー前はやんないかな。ディズニーランド行く前に和道に会おうって気分にならないでしょ。ボンさんいらっしゃい。始めました。逃したらすまん。いや、まあ、逃したら逃したなんだよ。結局、それくらいの思い出しかないわけよ、俺には。そうじゃなくて、何を置いても俺は、この和道の1万人の、一番最初のリスナーになるとか、絶対俺協力するわって思わせられてないわけだから、仕事がとか、バイトがとか言わせたら負けなんだよ、俺は。年の割には渋いこと言うんですね。俺31だけど渋いかな。出発地点が近すぎる。いや、近かったらすぐ来ればいいじゃん。近いんだから有利でしょ。別に、普通に、おう、ワドつって。一人カウント削れって言って。ありがとうつって。ただそれだけだよ。理由はいらない。真面目に動向考えて全然。うん、別に、5時間でも。
俺のね生で触れて生き様見れるじゃん。リアルでしょそれって。すぐ移動するよ、追いかければいいじゃん。追いかけてよ、うん、別に配信回してるんだからさ、こんな難しい理屈じゃないよ。近いんだから。北海道にいるんだったら遠いけどさ、都内にいるんだったら追いかければいいじゃん。だまあリア突するしないはリスナーさんにもう俺はぶん投げてるから、もう俺はだって1万人自分だけじゃ達成できなくて、みんなの気持ちだと思ってるから、俺はだから会いに来てくれた人にありがとうっていうことしか言えないからさ、俺の夢を叶えてくれるのはリスナーさんだから、だからそこにかけてるんだよ俺は。リスナーさんに伝わってるかどうか。動画職人、うん、あのいますね、はい、います。ルートは適当だね、うん、もうその日の流れとか感覚、うん、感覚だね、うん、別に最後まで付き合うとかでもいいよ。100人引き連れて旅とか面白いじゃん。バカっぽくて、うん、あいつら何なんだ、新興宗教かっつって。みんなの人生を決めるのはみんなだよ。俺の人生決めるのは俺だよ。影響しか与えらんないよお互い。ただ願わくばいい影響を与えたいみんなに。俺はその31歳でもできるぞ、生ポになったやつでもホームレスになったやつでもやればできるぞ、理由なんかないぞ、過疎でも何でもないぞ、男だから女だから年取ってるから喋りが下手だから運動ができないから金ないから時間がないから奥さんがいるから親がいるから、こんな理由全部取っ払ってやろうと思ってんの、ぶっ壊してやろうと思ってんの価値観を。いいよゴールまで付き合っても、もちろんだよ。各地で和道リスナー運動会やればいっぱい来てくれるかな、どうだろうね、わかんないけど、うん、最初北に向かうね。まあだけど都内でリアトツ稼ぎたいから歩こうかなと思ってるけど、最初は、まあ、車乗せてもらえたらそこに乗っていこうと思ってるけど、何にも考えてない。本当に考えると怖いんだって、みんなより怖いんだって。俺は感じて、なんで俺が強がってるのか感じて、言い聞かせないといけないぐらい弱いんだよ。明日家出る感覚、明日家出る感覚になってみて、すべてを捨てて、彼女、釈迦、仕事、家族、仲間、全部捨てていくんだよ。この怖さをもっと感じてほしいよ。仕事辞めるとき、生活保護抜けるとき、どれだけ怖かったか。どれだけ旅に出るのが怖かったか。俺は今、鼓舞してるの、自分を。当たり前じゃないんだよ。俺だって怖えんだよ。稼げるかどうかわからないんだよ、うん、でもやるんだよ、でもやるんだよ。俺がどれ決断っていう字いつも言うんだけど、決めることと立つことを決めるの、両方ともあんの。決めることなんか誰でもできんだよ、でも立つことができないからブレるんだよ。俺は決断したんだよ、決めること立つこと選んだんだよ、両方ともセットなんだよ。リスクあるよ、みんなが言う通りバカなんじゃないのって分かってるよ。俺が一番分かってる、俺が一番怖えんだよ。リアトツ1万人が不可能だっていうの俺が一番分かってるんだよ、でもやるんだよ。誰がやるんだよ他に、俺しかいねえだろ、誰がやるんだよだろ？頼むよみんな。頼むよ。Thank you.
自分で決めたことは自分は裏切る権利なんかないの。自分で決めたことなんだから。そうそうそう、電波少年だよ、電波少年ですよ。そうだね、頑張るよ。まあ無理はしてるよ、もう十分。無理無茶無謀はずっとやってるよ、うん、それでいいと思ってる。無理しないでつんだったらさ、1万人なんか最初からやんないよ。ふわっちオンリーだね、うん、俺はこのサイトに恩返したいし、このサイトが伸びるきっかけの一人になりたいから、うん、ふわっちの和道って言われるようになりたいね、うん、ふわっちの閲覧は和道でしょみたいな、うん、看板になりたいね、この配信サイト。俺はこの配信サイトで結構運命変わったと思ってるから。マジな話ね、感謝してるからさ、このサイトに。このサイトを作った人とも会って握手したいしね、ありがとうって。だから鼻から集める方法なんか考えてないよ、わからないよ。結論から言うと、前提条件としてこのサイトがツイキャスを超えないといけないし、俺はこのサイトがツイキャス超えるってずっと言ってるから、かけてるんだよ、この3年間に。このサイトが爆発するのと俺が大手になるのがセットになる。要は奇跡が2回起こらないとダメなんだよ。ふわっちは、うん、ベンチャーだけど、まあそこそこうまくいってる会社だね。従業員50人ぐらい抱えてんじゃん。和道だけじゃ伸びるとは思えない。まあいいんじゃん、別に、うん、俺は自分ができることやるだけだから、うん、伸びないと思ってていいよ全然、うん。まあ企画の時とか仕事が入ってきたら帰るけど、もちろん家に帰ってくるけど、うん、5月の21が俺の誕生日なのね、32歳の。その時には東京に帰ってきて、でドレさんと多分合宿に行くから、2週間、20日前合宿に行くから、誕生日の時オフ会やろうと思ってるから東京で、それで帰ってくる、ね、うん、でも基本的には旅をライフワークにしたいから、もし俺のことを大事に思ってたり、俺の可能性信じてくれてるんだったら、俺を鼓舞してほしい。和道行けって、弱気になんなって、お前ならできるって、根拠はないけどお前ならできるって、うん、ドレさんに会いに行く、今から。ドレさん外配信やってんのはドレさんに会いに行くね、伸びしろあると思うよ。ドレさん会いに行こうか。今どこにいんの？チャリンコ走らせる。どこいんだろう。六本木か、近いね。全然会いに行けるよ。自転車で30分ぐらいだから。行く？ドレさんにリアトツ行く？そうそうそう。俺が一番怖いし。俺が一番できないんじゃないかって弱い自分がいるから。行く？ドレさんに許可取ってよ、じゃあ。ドレさんに許可取ってよ。どの辺に行けばいいのか分かんない。六本木ってどうやって通るんだ？いいよ。ドレさんに挨拶行く？ドレさんが OK 出たら俺行くよ。うん。チャリンコ飛ばすよ。六本木。六本木はどうやって行けばいいんだ。ドレさんが全然リアトツ OK だよって言ったら行くよ俺。どういうルートだったかな、前歩いたんだけどな。新宿、今どこだ。六本木ヒルズがこうあるって。目黒、駒沢、
世田谷区じゃないよな。新宿区、渋谷区。下に下る感じか。下に下る感じか。突如、カーッと下に行って、渋谷。行き方がわかんねえな、ルートが。ルートがわかんねえな。明治神宮の方か。明治神宮。いやいやいや、旅は10日からだから、10日からカウントだよ。いや、Google マップ見てるんだけど、都庁をずっと南下して明治神宮行って、原宿通って、どうやって行くんだ？明治神宮行って、右に曲がって、わかんねえな。行き方がわかんねえな。どれさんがいいって言ってた？みんな。どれさんいいって言ってた？明治神宮青山。じゃあ行こうか。自転車だと何分ぐらいで着くかな？自転車だと何分ぐらいで着くかな？ちょっと待ってね。自宅から六本木。自宅から六本木。ちょっと待って。自転車だとね。自転車だと30分ぐらいだ。ドンキの周りうろうろしてる？じゃあ行こうか。30分、40分ぐらいか。行こうか。準備するわ。ドレさんに会いに行こう。大好きなドレさんに。よいしょ。レッツゴー。行動あるのみ。行くか、みんなで。ドレさんは俺のあの格闘技の師匠だね。いや、石野は絶対伸びるよ。大丈夫。俺は石野のこと信じてるから。いやー走らないね。リュックの中にでも連れてってくれ。ああ、いい歌知ってるね。ダイヤモンドでしょ。何回転んだっていいさ、振り向いた傷をちゃんと見るんだ。ダイヤモンドでしょ。やっと会えた、君は誰だい。その歌知らない？バンプオブチキンのダイヤモンドで検索して。ダイヤモンド、超いい歌。一つだけ、一つだけ、その腕でギュー、もちろん配信するよ。ギューと抱えて話すな。こっちの充電あるかな。ちょっと待って、パソコン2台持ってかないと。歌詞が、そう、リュックにこの歌を詰めていってくれっていう歌詞なんだけど、旅人の歌、旅に出る人の歌なんだけど、この歌をリュックに詰めてってくれっていうセリフがあの最後の 歌に。まあいいじゃん、人のことは。バッテリーちょっとしかないかな。
丈夫か。いくか。じゃあ一回切ります。放送新生かまってちゃんはだって地元一緒だもん、同い年だもん。俺もバンドマンでライブハウス経営してたし、東京学館でしょの子。ためため同い年だよの子と、地元一緒なの。じゃあ行くわ、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。